皆さんこんにちは、水木青の青色 TV、 イエーイ、始めました。今日は学校にバレないカラコンを紹介したいと思います。ちなみに、まあ、カラコンっていうかディファインなんですけど、ゆっくり紹介していこうと思います。それではどうぞ。はい、それでは紹介していきます。まずこちら、シードのアイコフレットワンデイ UV というカラコンです。で、これは北川景子さんがイメージモデルになっています。で、実際には4種類あるんですけども、今日はこの2つを紹介していきます。今私が実際につけているのがこちらです。で、こちらはリッチメイクというカラーです。で、このシードのコンタクトは 14.0 の直径です。で、お値段、こちらが10枚入りなんですけど、10枚入りの方が1000円で、こちら30枚入りの方が2800円です。で、実はこのカラコンすごい手出せなかったんですよ。なんでかっていうと、このカラコンはこんな感じの柄がすごい独特なんですよね。レースみたいになってて。で、これを見た時に、あ、ちょっとなんかチャッチーカラコンなんかなって思ってしまって、そっから手出せなかったんです。けど、実際に眼科でつけてみたらいいやんと思って、え、思ったより全然いいと思ってこれを買うことにしました。で、実際に今つけてるんですけど、全然ゴロゴロだったりとか嫌な感じもないです。そう、今つけてんねんで、これ。まあ実際にね、今つけてるとか言われてもさ、裸眼とね比べてみないとわからないと思うので、裸眼と比べてみます。こんな感じです。でもほんまになんか結構裸眼に近い色になってます、これは。けどね、柄がほんまにすごいねんな。見えへんかな？これ。で、触った感じもすごい柔らかい素材になってます。そして次はこちらの緑色の箱の方を紹介していきます。これはナチュラルメイクというカラーです。けどね、これな、黒やねんな。これです。で、コンタクトはこんな感じです。じゃあ実際につけてみます。今、こちらだけついている状態です。まあ、黒はやっぱりちょっとデカめ効果があると思います。茶色と比べたりしたら全然違う。まあ、両方つけてみます。はい、つけてみました。黒はこんな感じです。茶色と比べてみるとやっぱり黒というか、こう枠が、自分の目がちょっと茶色寄りなので枠ができたなっていう感じがして、まあ、デカめ効果はこっちの方がいいと思います。でもやっぱりこっちは自然ではないので、一番ナチュラルなのはこっちなので、バレないといえば紫の方をおすすめします。で、目がもともと黒寄りな人は絶対にこっちの方がいいと思う。これは結構黒なんで、もともと私目黒いですよっていう方はこの緑をおすすめします。はい。で、今回紹介したこちらの2つなんですけども、購入場所は眼科です。そう、眼科で購入できます。もし学校でバレないとか、こうナチュラルがいいっていう方は、もう絶対に私は眼科をおすすめします。なんでかっていうと、やっぱり眼科って自分の合った目だったりとか、こうゴロゴロしないのとかも分かってくれたりとか、乱視だったりとかも、そういうのも全て見て、そういう診察をしてから自分に合うコンタクトレンズを探せるので、まあ、一番はほんまに眼科がおすすめです。さらに眼科に行くと実際にコンタクトレンズを試せるんですよ。私も知らなくてびっくりして、なんかどれか気になってるって言われて、まあそのコンタクトの中のディファインが一番気になってると思って、ディファインはそのカラーがついてるやつなんですけど、ディファインが一番気になってるなと思って、ディファインですって言ったら、ある分全部出してくれて、んで、どういう色がいいとか全部聞いてくれて、で、こういうナチュラルなのだけじゃなくて、他にも明るい色とかも全部売ってて、なんか発色のいい色も探せるし、ナチュラルなコンタクトも探せます。で、眼科に行くと、その一つ一つ、ほんまにもうつけていいねんや。ほんまにつけていいねん。鏡見てつけて、あー、これこんな感じか、あ、じゃあ変えよ、みたいな感じで変えて、え、これも使って、あー、全部試していいよ、みたいな感じで全部開けて試せるねん。よくない？銅ありだけじゃなくて、銅なしもしっかり置いてるんで、自分がね、それ試したいっていう方は、まずは眼科に行くべきだと思います。で、それを試してから、先生に見てもらって、しっかりあなたの目に合っているかっていうところもね、診察してくれるので、まあ、初めて見たい方とか、気になっている方は、まず眼科に行って、こういうのを買ってみてください。
まあ、私が一番最初におすすめするのはやっぱりこれかな。手も出しやすいし、可愛らしいし、なんやかんでね、レンズがなんか可愛いんですよね。だから結構学生とかにはすごいいいかもしれないです。実際つけてみるとそんなに変にもならないし、合いやすいと思います。ということで今回は学校でバレないコンタクト紹介でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまたねー。